ジョン・ロバート・ウッテンは、アメリカ合衆国インディアナ州ホール出身の、元バスケットボール選手、指導者。その卓越した指導力で UCLA を7連覇を含む10度の全米制覇に導き、ウェストウッドの魔術師、20世紀最高の指導者と歌われた。選手としても、パデュー大学時代にオールアメリカンに3度選ばれた実力者であった。 1960年に選手として、1973年にヘッドコーチとして、バスケットボール殿堂入りを果たし、両部門で殿堂入りした初の人物となった。ウッデンは、スポーツ史上最も偉大なコーチの一人に数えられており、その教えはバスケットボールのみならず、ビジネスや組織におけるリーダーシップなど、多方面において、後世の多くの人々に影響を与えた。 ジョン・ウッテンは1910年、インディアナ州ホールに生まれた。一家は彼が8歳の時にセンタートンの小さな農場に移り、14歳の時にはマーティンズビルに引っ越した。少年時代よりバスケットボールに魅了されて育ったウッテンは、1927年に高校のチームを州のチャンピオンに導き、州のオールチームに3度選ばれる活躍を見せた。高校卒業後は、 パドゥー大学に進学し、名物コーチのウォードランバートの指導を受けた。ウッテンに率いられたチームは1932年に全米1位にランクされ、自身は史上初めて3年連続でオールアメリカに選ばれた選手となった。また、学業でも優秀な成績を収めた。大学卒業後、ウッテンは高校でバスケットボールの指導を行う傍ら、当時存在した。 NBL などのプロリーグでプレーした。1937から38シーズンにはオール NBL ファーストチームに選出されている。また、この時期には134本連続フリースロー成功という記録を作った。ウッデンは1930年代において最も重要なバスケットボール選手の一人と目されており、1960年にはプレイヤー部門で バスケットボール殿堂入りを果たしている。ウッデンの指導者としてのキャリアは、ケンタッキー州のデートン高校でスタートした。そこで2年間の指導を行った後、故郷インディアナ州のサウスベンド中央高校に移り、英語を教えながらバスケットボール部のコーチを9年間務めた。高校で指導した11年間の戦績は218勝42敗であった。第二次世界大戦が勃発すると、 1942年に海軍に入隊し、2年勤務した後に中尉として除隊している。終戦後の1946年、ウッテンはインディアナ州立大学に着任し、バスケットボール及び野球の指導を行い、体育局長も務めた。また、教育学の修士号も習得している。ウッテン率いるバスケットボール部は1947年に、 シュータイトルを制し、全米大学バスケットボール協会主催の全米トーナメントに招待されたが、黒人選手の出場を禁止するというナイアの規定に抗議し、参加を辞退した。同年、ウッテンは、ボコーパ・デュー大学からヘッドコーチ就任のオファーを受けたが断っている。翌1948年、チームは2年連続でシュータイトルを制した。ナイアはこの年に、 黒人選手を禁じる規定を取り消したため、ウッテンは全米トーナメントへの参加を受諾した。インディアナ州立大学は決勝まで進出したが、ルイビル大学に敗れた。なお、これは、ウッテンが指導したチームがチャンピオンシップゲームで敗退した唯一の大会となった。ありがとうございます。